18日ソフトバンク2、1ロッテ、みずほぺーペードーム。ロッテは終盤に巡ってきた好機であと一本が出ず1点差負け。9連戦を4勝5敗と負け越した。ロッテは0対1の6回に友杉の左前だと西四で西満塁のチャンスをつかんだが、ここで佐藤が空振り三振。1点を追う7回には西走者なしから中村賞、友杉の連打で1三塁とするも、 代打、石川真が三玉で空振り三振に倒れた。二点を追う九回には守護神の松本優から佐藤の右え小え二塁打とポランコ、高部の連続支球で虫万塁の逆転期を得たが、ここで中村翔が朝夕日に倒れ、友杉も一座比。続く代打、角中は押し出しの支球を選んだもののが、小川は空振り三振で一得点に終わった。吉井監督は、 あれは向こうがくれたチャンスだったんで、なんとかものにしないといけなかったんですけども。やっぱりノーアウト満塁の一人目のバッターが、ノーアウト満塁は結構大事なんで。あそこで浅めのフライだったんでと指摘しつつも、だけどバッターも一生懸命やってくれているんで。また頑張りますと選手を責めなかった。